今村健吉から1898年8月20日は日本の実業家である。福音社の創業者。陽明は佐平。加賀藩市の家に生まれ、加賀藩の藩校名林堂で四書五教を学ぶ。その後、同じく、加賀藩の藩校同性館に入って、柴木昌平らに英語を学んだ。その後、慶應義塾で福沢諭吉に英語を学んだ。 大学中に、蝶チ,チフスにかかり、デュアン・シモンズの治療を受ける。学費不足で8ヶ月で、慶応義塾を退学するが、新設された北門義塾に入り、明治3年秋には、助教授に就任する。そこで、初心者の指導から上級者の解読の指導まで、英語教育に当たる。明治初期の神戸協会の男性会員、この中に、村上、今村健吉、鈴木清 ユーリック専教師がいると言われる。明治4年12月に高知県営学校教師として赴任する。ついで、明治5年に大阪府府庁土木課の役人になる。そこで英文による関係文書翻訳を行った。さらに、明治6年頃、大阪の川口外国人居留地に行って、外国人関係者と打ち合わせをするようになり、そこで、 アメリカンボードのアメリカ人宣教師をオラめるギューリックに出会う。今村は役人を退職してギューリックの日本語教師になる。明治7年にギューリックとハワイのホノルルを訪れる。3ヶ月間ハワイで過ごして5月に日本に帰国する。6月末に今村は大阪川口梅本町の大阪協会で洗礼を受ける。ギューリックは9月に神戸に移転する際に 今村も同行した。ギューリックの提案で新聞を創刊することになり、アメリカンボードが協議して、アメリカ人信徒の献金によって運営されることになった。明治8年に神戸で村上春吉と共に71雑報を創刊した。またその一方で、キリスト教書籍の出版、取り継ぎ、販売のために福音社を開業する。途中でギューリックが、 セオボールドパームの公認として新潟へ選挙に行く。71雑報は明治16年6月26日で週刊になった。ついで福音新報を創刊した。出資者を募って明治18年に太平新聞を創刊した。しかし、創刊の翌月には経営破綻し35号で週刊となった。その後は、 書籍印刷業に転じた個人的な伝道活動を行った。福音社の社員、福永文之助が書籍の販売を一手に引き受けて今村を支援した。明治29年12月に今村が脳一血で倒れる。その結果、明治30年5月で福音社は廃業にして印刷機は同業者に譲り受け、在庫は形成者の福永文之助が引き取ることになった。 今村一家は東京に移住することになった。明治31年8月20日心臓を麻痺で死去する。葬儀は8月23日霊南坂教会で行われた。ありがとうございます。